統率力に優れるアンノウン、アントロードに狙われたカザヤマナ、彼女を守るため仮面ライダーアギト津上翔一が立ち上がる。一方、人類を守るために作られた2つのシステムの装着員、生きることを素晴らしいと思いたい G3X 氷川誠と、死を背負うことを素晴らしいと信じる G4 水木史郎。彼らは信念の違いから平行線の主張を続け、和解をする間もなくこの事件に出動することになる。僕は相手だ。急いでね。俺も結構やるもんでしょ。ここはもう大丈夫そうなので、二手に分かれてアンノーンを倒しましょう。マップを見てみて。Yeah!
丈夫ですか？いやー、お見苦しいところをお見せしちゃいました。スガミさん、一緒に戦いましょう。同じ強い手を者として、いっぱい敵が来たよ。俺は死を背負い、お前は生を背負っている。どちらが正しいか、今この場で答えを出すか。水木さん、あなたは死に近づきすぎている。生きることの意味を覚えてください。一緒に戦おう。人間だ。お前には死に近づける覚悟はあるか。俺にもやらせろ。不足していた脆弱な俺は死に、大いなる力を得たんだ。僕は美月さんを追いかけます。アンノウンのことをお願いします。いっぱい敵が来たよ。死に近づくことで大いなる力を得られるか。僕は生きるために戦い、生きることを。いい感じだな。
もういいだろう。G4 システム活動停止しました。